はーい、どうでしたでしょうか、皆さん。あの、レジュメを書きましたけど、まあ、やっぱりちょっと、あの、サトのあの動画をやった方がいいかなと思いまして、ちょっとあの、あ GoTo 徳島キャンペーンというか、撮りためたやつはまた、えー、来週になります。あと、これ、あの、僕が写ってるんで、もちろんあの僕が撮った写真ではないんですが、原田さんの奥様が撮ってくれた。 おしゃれ映像でございます。で、<laughs> まあ、それはいいとして、まあ、梅取得だったりしました。で、えー、っとですね、ちょっと、まあ、これ最後ちょっとまとめなんですが、まあ、ちょっとその前にですね、ちょっと一個ですね、あの、気になっていることがありまして、この本授業の登録者数は、446名なんですよ。あのー、何 なんか、あの、アンケートでチェックしてるんで。なんですけど、ここからがちょっと重大なことなんですけどもね。あの、YouTube スタジオっていうのがあるんですよ。で、それで何人見てるかってチェックできるんですよね。で、あの、ヤクオジで写経した時の授業の回なんですが、リアクションペーパー回答してるのは348名で、100名ぐらいはもうやってないんですけど、 その中でですね、その僕の動画の1を見ているのが206名。2を見ているのが202名です。だいたい200名なんですよ。で、社協の動画を見ているのが134名。いややっぱみんな、やっぱ全部見てないですね。これどうしたらいいんですかね。 やっぱっ薬を応じで写経したんですけど、やっぱり聞かなかったですね。残念ながら。ということで、まあまあ、これでもなんか、まあまあ200人ぐらいの人がまあ見てるというつもりでやりますが、なんかどう,どうなんですかね、これ100名ぐらいの人は。まあただなんか、普通に授業やってても、まあたくさんいても100名ぐらいはなんか聞かないけど、適当にリアクションペーパーだけ書くっていうことが、まあ、 こういうことによって分かったっていうことで、まあ、まあいいっすかね。まあ、あの、ちょっとよく分からないんですが、あの、大概毎回の授業ですもんね、あの、真面目にやっている方があいつらうるさいから注意しろとか、まあいろいろそういうクレームが出るんですが、まあ、遠隔になるとそういうのがありませんので、まあこういう事実があるということだけをお伝えし、えー、コメント求めます。まあ、あの、大丈夫です。あの、200人以外の人は聞いてませんから。 あの適当にやってる人たちは <laughs>。ということです。じゃあ、続いて。で、まあ、ちょっと授業のまとめですが、まあ,あ、のこの写真、えー、僕が、これ最後に撮ったやつで、まあ、ちょこちょこっと、あの、全部のやつのところにこう出てたりしたのかもしれません。この端に渡しますが、あの、まあ、これが、まあの、ちょっと待ってください。これちょっと今動かしてないんです。これが、 原田くんです。<laughs> 一応原田くんがどうのこうのとか言ってる原田くんであの運転職です。で、ここが真ん中があの、三里の梅酒のご家族とお孫さんで、これが有川くんですね。で、これがあの、原田くんのお友達で、あの、今回一緒に同行した方なんですけど、で、まあちょっとこれがまあ全体の集合写真みたいな感じで、まあこう楽しくやっていて、まあこの、まあ山が綺麗だったりするんですが、まあちょっと最後に、あの、こう、 まあ、コミュニティ論としてのまとめになっていくんですけど、ちょっとこれ、どこに僕が行っていいのか分かりませんが、あのここでその、まあ、全体的にこう、多分まあ、あの動画の意味は、まあ、みんなも同行してたらあんな感じですよっていうことを、まあ、お伝えしたかったわけですよね。でよくあるまち、あ、づくりの、まあ、調査というか、まあ、フィールドワークみたいな形でいくんだけど、じゃあ、われわれの関係っていうかは、あれ、コミュニティなのかって話なんですよね。 まあ別に定義はどうでもいいんですけど、でまあまあ、要するに関係性みたいなことを考えるときに、まあ、友人関係なのか、残、ま、念、あ、だけど、まあ、三国志的に考えたときの義兄弟なのか、まあ、フレンドシップなのか、でまあ、組織として考えたときに別にあの利益として動いてないから、まち、あ、づくり的には儲けようということは考えてますが、じゃこれはノンプロ、まあ、いわゆる NPO 的な動きなのかとか、 でまあ、ボランタリーな関係ではあるから、まあそういうの自発的結社とか言ったりするんだけどとかなのかみたいな話なんだけど、まあなんとなく、その今流の話だと、ああいうような関係で何かやってったりするのを、まあなんちづくり活動みたいな感じとしてまあ言いますよね。あとま、あまあ関係人口なのかなって感じもするんですが、でちょっとまあ結論はまたちょっと、えー、っと。 まあ今後、およい考えていきたいので、まあ、今日はないんですが、で、あの、ちょっと、最初の授業のところで示したやつに対して、えっ、ー、と、ちょっとこう、赤で足したというか、で、まあ、その、いわゆるその、コミュニティという時のコミュニティっていうのは、まあ、基本的にはそれは地元であり、まあ、定住人口を指すわけですよね。で、ただ、そうなんだけど、その、僕たちの付き合いにちょっと関係しのところを赤く塗ったんだけど、 でまあ、なんとなく理屈でなくて付き合ってるわけですよね。なんか気に入ってるからみたいな形の。でまあ、そこはフレンドシップ的な、まあ、関係的なものもまあ,あるし、まあまあ、友達の中のフレンドシップみたいな部分ですよね。であとはまあ相互扶助的な,なんかこう、なんていうのかな、着せたりもある、ね、でコミュニティっていうのは、まあ、同じ地元でも、まあ、レジュメにも書いたけど、なんかちょっとカタカナの地元的な。 形になるのかなっていうことで、まあ、関係人口的なものとか、交流人口ですよね、定住人口っていうのはそこに住んでるけど、まあ、住んではないけど、まあ、関わるような関係なのかなとかっていうふうに、まあ、言う思うんだけど、でも、なんだろう、その、一時的で限定的なつながりであることも、これまた事実なんですよね。あれから会ってないし。 まあもちろんメッセンジャーとかでのやり取りはちょっとあるけどっていうことなんですよね。だからまあちょっとやっぱりこういうものではやっぱもうその区分しきれないようなまあ関係性が生まれてるっていうことですよね。で、あのちょっとその最初の時に言うの忘れちゃったからあれなんだけど、その倉澤先生のその都市的な、そのあ都市的生活様式論に言った時の基本的にさ、な,なんでこういう議論したかっていうと、 ここのところになるわけですけども、あ、ちょっとい、ちょっと動きますじゅじゅじゅっと動いて、これですよね、この都市っていうものの効果は何かっていうことを考えたかったわけですよ。つまり、農村じゃなくて都市に住むことで、われわれにはどういう影響を与えるかなっていうふうに考えたときに、都市的生活様式論っていうような、われわれの生活の形式ですよね、ライフスタイルですよ、だから相互扶助じゃなくて、 そのお金を返さなくちゃいけないような、まあ、ものとかっていうような、専門機関によって共同処理様式を開発あの解決していくっていうのは、でそういうような構造っていうか、まあ、これ文脈ですよね、そういうところで生活しなくちゃいけないんで、独特の人間関係とかっていうものが、まあ、できてきて、ででそれがまあ,ある種のこう社会構造的なものを、まあ、作り出すんじゃないかみたいなふうに、まあ、考えていくわけですよ。 で、今の、じゃあ、その我々とかと考えると、まあ、こういう授業のメディアも、まあ、皆さんと、あえー、っと私たちの、あもう僕と皆さんの関係どうなのかみたいなこととか考えると、まあ、もはやこれ対面もしてないわけじゃないですか。で、ある種のこういうメディアというか、何ていうかな、ネットは、なんていうの、こう、ネット的な世界があることによって、こう、関わり合ってるような、なんていうのこう、ものだっていうふうに考えると、この、ここのね、 この都市のところの部分が、要するにその、こういうなんていうの電子的なものとかさ、ネットの導入みたいなものというふうにして、こう多分考えれるんだよね。で、そうすると、だからそれはネット的生活様式というのは何ていうのかわかんないけど、っていうふうになってって、じゃあ人間関係とか社会構造も、まあ、変わっていくんじゃないかみたいな、まあ考え方ですよ。で、じゃあ、 えとそういうふうになってるっていうふうに考えた時に、えー、ときに、僕たちのこのまちづくり的な、そのなんていうの、生活様式を支えている、この独立変数ですよね、ここになってる部分って、ちょ何なんだろうなっていうようなことを、まあ、今ちょっと考えてるんだけど、でもパッとは思いつかないんだよね。つまりその、どういうところに住んでるかとか、えーと、どういうようなメディアを利用したから、 えっと、ああいうような関係性が生まれるっていうんじゃないですよね、多分そのまあいわゆるそのこれが独立変数に何かがあって、そういうことだから、従属変数としてある種のネットワークのタイプが生まれますっていうのとも、まあ、ちょっと多分違うんですよね。何かのパターンで、えっと、我々のある種の生活様式とか何かがあって、 でそれがまあシンクロするというか、混、ま、じり合うというか、なんか多分そういう構図なんだと思うんですよ。だから、まあ、ちょっとその問いの立て方が変わるのかなって思います。でちなみに、コロナ期の街づくりみたいな話も、ここの都市の部分が、これがね、ここか、これが、なんていうのコロナになったってことですよね。そうすると影響が変わるから、こっち側に行く方のところの、まあ、こっち側に行くね。 こ,うずずいとこっち側の方のここら辺の様相とか生活様式も変わっ,生活様式も変わっちゃうしでお、まあ、当然ですよね、このこっち側のこっち側人間関係とか社会構造も結局変わっていくんじゃないかっていうでこれは同じですよね、都市化の状況と同じである種コロナってものは突然来たからさ。でも なんかこうネットワーキング的な意味とか気が合う人たちと自然にこう仲良くなっていくような構造とか、まあ、同質結合なのかもしれないけどそれはなんかこうもう一回こう人間がこう選択されていく過程だったりするじゃないですかこうだ誰と結びついていくかみたいな,でなかちょっとそういう意味での多分コミュニティなのかなっっていうのをちょっと思ったりしてます。であととちょっっ、ね、間に合わなかったんで ちょっと言葉がわからないまま終わったんですけど、あのちょっと違う文脈でそういうのを混,、ま、混じったような言い方で、そのじゃあ都会的なのか田舎的なのかみたいな言うときに、まあ、いわゆるダウンタウン的な下町とかのね世界をアーバンビレッジャーみたいな言い方するんですよ、英語だと。なんだっけガンツだっけなんか忘れちゃった。違う。やばい。もうちょっと今眠いんで名前が出てこないんですけど。だから、都会にいるんだけど、 都会的な感じだけじゃなくて、田舎の暖かさを持ってるみたいな。アーバンビレージャって言うんですけど、じゃあ逆のパターンで、田舎の都会人的な感じなんじゃないかなっていうわけです。思ったわけですよ、僕は。ルーラルなんて言うんですかね。ちょっと都会人の英語がわからないんですね。はい、これ課題です。あの、なんか、東洋経済かなんかに昔のやつに読んだところによりますと、えー、関西学院大学は、 関西の大学の中では、英語が得意だということになるので、えー、我々の関係をルーラルなんとかっていうときに、なんて言ったらいいか、リアクションペーパーに書いてみてください。これがね、さっきの話とつながるわけですよね。動画ですしか課題を言っていないので、これを何かしら考えた人は、これを見た人だということで、追跡ができてしまうという、えー、卑怯なことを今、考えついております。 あともう一個、ちょっとあの、ちょっと英語で思い出したんですけど、普段行くときは言ってるんだけど、僕あんまり、ね、英語得意じゃないんですよ。留学したこともないから。だけど、外国の人になんか教えなきゃいけないかもしれないですよ。英語でとかだから、あの、関西学院大学、英語が得意な方、ちょっとまだ名簿をちゃんと全部見てないので、ちょっと国際関係にいる方、ぜひ、コメントしていたら全部英語で書いていただけると、 あの僕の授業は、こういうふうにコメントを書くんだっていうことが分かりますので、私、それを読んで、勉強したいと思ってますので、あの、これもあれです。あの、動画を聞いた人のみがわかる符号になってるわけですけども、あのー、短くてもいいんで、感想を全部英文で書いていただける方、まあ、帰国中の人とかもいたらいいんですけども、仮定いたしますので、えー 今後はですね、動画の中にこういうようなものを仕掛けながら、春別していきたいと思っています。<laughs> ということで、今回終わります。ご清聴ありがとうございました。また来週。